こんにちは。この動画では IRC バウンサーをラズベリーパイで設定する方法を説明します。えー、多分この方法は Ubuntu と d e b i a n にも適用できます。この作業のまとめは動画の説明書にも入れますからそれを参照してください。もしこの動画について訂正とか変更があったらそこを説明の動画の説明書にそれを加えます。さて、えー、私は z 1 z っていう IRC Bouncer ソフトを使います。まずそれを、えー、インストールしないといけないです。インストールした後は、えー、第1回実行するときにこういう makeconf っていうパラメータで呼び出します。そのときにたくさんの質問が聞かれるんですけど、あよくわかんなければ、えー、この動画を参照してください、えー。この動画の中身は英語ですけれども、まあ、 なんとなくわかると期待しましょうね。す、え、べ、ー、ての11分を見る必要はないです。なんか途中でスタートして、途中でまた終わらせればいいです。設定に何か過ちとかがあったならば、気軽にこの設定ファイルに変更できます。それで、えー、レスペラズベリーパイは、まあ、そこまで、えー、設定が終わりました。次は、えー、自分のクライアントを設定したいんですよね。えー、クライアントはいろいろあるんですけど、例えば HexChat とか XChat とか、 MIRC とか、まあ、いろいろあるんですね。私は HexChat を使いますので、HexChat の説明をします。HexChat を開くときに、ここにネットワークがあって、そこに、例えば Freenode ーーがあってとか Gnome があって、で、自分、今回はですね、直接このサーバーと接続するつもりがなくて、今回はバウンサーと接続しますね。だから新しいバウンサーを追加します。ちょっと、私の設定見てみましょう。 この IP アドレスは、えー、ラズベリーパイの IP アドレスで、えー、ここのポートは、えー、初期設定で設定したポートのポートです。それを設定すると、まず、えー、もう、バウンサと接続ができます。ただし、バウンサと接続したときに、えー、自分のクライアントとバウンサの間、うん、バウンサにログインする必要があります。で、どういうログインかというと、一番初期設定で、えー 設定したユーザーネームとパスワードを、えー、ロギンに使います。で、それ毎回毎回入力する必要があるんですけど、それはちょっと面倒なんですよね。だからそのために、えー、ここでユーザーとパスワードを、えー、入れればいいです、えー。メソッドとしてはこのスラッシュパスを使えばいいんです。はい、それでクライアント設定が終わりました。で、もう一つ最後の、えー、ラズベリーパイ上の設定が必要なんですけど、それは、えー ラスベリーパイ上って言っても、本当は、えー、自分のクライアント、えー、私のケースだと、えー、ヘックスチェットから、えー、行います。例えば、フリーノードと接続して、えー、U ブンツっていうチャンネルを開きたいときに、登録したユーザーが必要なんですよね。で、普通、えー、クライアントとフリーノードの間の、えー、ユーザーログインって、えー、SASL っていうやつを使って、えー、ログインします。 だからその s ASL 設定をしたいわけですね。今回バウンサー、自分のバウンサー、ラスピリーパイとフリーノードの間にその設定をしたいんです。そのためにこのウィキサイトがあります。ちょっと見てみると英語なんですけれども、だいたいわかると思います。ここまで来たならばわかると思います。ここで大事なのはこれです。これをしたいんですよね。えー、単純に Google とかで検索して えー、ZNZ で、えー、SASL 使いたいですとか、そういうのを探してしまったら、例えばこういうサイトが、えー、開かれます。とか、えー、こういうサイトが開かれます。で、いろいろ、えー、インストールするかもしれないです。例えばこの s y r u s a u t d or sirusauthd。そして ZNZ は web インターフェースもあって、それを開いて、ちょっと、 えー、SASL について検索してみれば、あ、あったじゃんって、ここに出るんですよね。で、それをチェックして、なんかここ設定してみれば、なんかうまくいかないってわかる。えー、言いたいのは、これが間違ってます。これを使いたくないんです。これは何のためにあるかっていうと、自分のクライアントと、え、バウンサーの間の、え、ログインのためなんですね。これは。でも、それは今回、どうでもよく、えー、SASL は、バウンサーとフリーノードの間に使いたいわけですよね。 そのために、えー、この内容を使えばいいんです。はい、えー。ということで、ご清聴ありがとうございました。